三番街、サードアベニューとも表記は、ニューヨーク市マンハッタン区のクーパースクエアを起点に、同区の東側の南北120ブロックを貫く、街路である。三番街は東129丁目交点の三番街橋を、介してハーレム川を渡り、ブロンクス区のホードハムロードにまで至り、終点となる。この道路は、マンハッタンとサウスブロンクスうちで、交通量及び、建物密度ともに、 最大のザハブ地区とを接続する四つの道路の一つである。1811年委員会計画において整備されたアベニューの一つである。3番街における車両の通行方法は、起点から24丁目までが対面通行であるのに対し、それ以北は北行きの一方通行で、ブロンクスに入ると、再び対面通行となる。ただし、3番街橋を挟んだ。 前後の区間だけは南行きの一方通行であるため、マンハッタン側の東128丁目の交差点では、北行きと南行きがぶつかることになり、南北どちらの方向からも車両でこの道路を前線通して通行することは不可能である。また、道路標識においては、マンハッタン区内ではンアベニュー、ブロンクス区内ではサードアベニューと表示されている。また、 三番街のマンハッタン区内における北機,機一方、通行の開始は1960年7月17日である。地上一般的なタクシーは利用可能。一家のバスが三番街を路線にしている、マンハッタン区内ブロンクス区内。ありがとうございます。